はい、皆さんこんにちは。今日のマンションの話題はワンルームです。ワンルームマンションを買ってはいけない。特に新築のワンルームマンションは買ってはいけないと私は思っています。その理由をですね、お話ししたいと思います。新築ワンルームマンションをなんで買ってはいけないかと言いますと、基本的に高いからです。まずですね、勧められたら周りの中古のワンルームマンションがいくらなのかっていうのをよくご確認ください。ネットでだいたい調べられたりしますんで、分かんなければ、知り合いなりの不動産屋に聞いてみてください。だいたいですね、新築ワンルームマンションやってる業者って何社かあるんですけども、何社かというか、無数にあるんですけども、普通に儲けてなくて2割は乗ってます、彼らの利益ですね。で、下手をすれば3割4割乗せられてるんですね。で、それをですね、サラリーマン、給与所得のある人に売るわけなんですよ。で、今はですね、ものすごく新築ワンルームも高くなって、どう言いましょう、家賃収入はあるんだけども、ローンの支払いの方が多いみたいなケースがあってですね、毎月何千円とか、1万円とか2万円とか持ち出しになるんですね。なるような商品が堂々と売られていて、それをまた買う人がいるっていうから、もう私は驚くんですけど。それで、彼らの売り側の理論としては、これ毎月6000円払いますけども、あれですよって、来年は税金が20万ぐらい返ってきますよって、だからちっとも損じゃないでしょという理屈で、あれはワンルームを持ってればですね、持って回していれば家賃収入はあるけども、その他に経費がいっぱいかかっているということで、赤字計上できるわけですね、経理的に。で、赤字した分をですね、自分の給料から差し引いて、そこから税金を計算し直すことができるわけですね。春の確定申告ということで、税金を計算し直して、払いすぎたんで返してくださいと言ったら、税務署が返してくれるという仕組みがございます。ただしこれはですね、最初の1年が最も多くて、2年目からだんだん減っていくんですよ。で、ほぼですね、2年目以降はメリットがないわけなんですね。そうすると業者はですね、2個目3個目をどんどん買わそうとして、大体その人が借りられる限度額いっぱいまでパンパンに膨らますなんていう言い方をしますけど、限度額いっぱいまで、借りてもらって、ワンルーム買ってもらうということをやっておりまして、それにやられてる人がですね、本当に多いんですよね。サラリーマンもそうですし、勤務医が多いですね、これを買ってる人っていうのは。生地そのお金ありますから、勤務医さんっていうのは。だからそれでバン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 買って、もうローンなんていくらでもおりますから、お医者さんであれば。で、ワンルームで膨らまされてる人が多くて、ふと気がついたら何の意味があるのかっていうふうに思われてしまう。大体新築の場合はサブリースって言って、その売った業者が全部借り上げやってあげますっていう、レオパレス方式ですね。で、やるんですけども、サブリースになると、家賃は必ず入ってくるんですけども、その売るときに面倒くさいんですよね。ワンルームマンションも売買は成立してる、売買市場はあるんですけども、サブリースがついたまま売るっていうのは、どっちかというと不可能に近いわけでして、ワンルームを中古で買うっていう人は、個人投資家でも慣れた人なんで、そのサブリースついてたら嫌がる。なんかほぼ売れない、よほど安いと話は別ですけど、ほぼ売れないわけであって、だからサブリース外すのに、僕らも頼まれると、サブリース外すのにちょっと手間暇がかかったりして、なかなか大変だったりしますよね。で、今市場高すぎますから、ワンルームマンション、新築でワンルームマンション買って今後値上がりするってことは、私から見てるとありえない話だって。だから5、6年前に買ってればね、5、6年前に新築を買った人は今、買った値段よりか高く多少売れたりはしますけども、これはでも一時的な現象でございまして、そのうちまた景気とともにですね、下がっていって、金利が上がったらどんと下がるというのがワンルームマンションなんですね。で、金利もですね、今1.5とか2でローンおりますよとかって、そういうことでですね、だったら借りようかと思うのもありますけど、
でもあれ変動金利ですからね。その未来永劫というか、まあ、20年30年今の金利のままってことはありえなくて、今より下がるっていうこともありえないんですよ。今長期金利ゼロですから、これ以上下がりようがほぼない、マイナスでもやらない限りないということでございます。そうすると未来のどっかで金利は上がるわけですね。金利上がるっていうことは毎月の返済額が上がるっていうことでございますね。でその時にそのどう言いますか、家賃と見合った分家賃も上げられるのかというと、まあ家賃ってそんなに上がるとは思いませんから、今後はあの住宅の供給過剰でですね、まあ住宅価格全般的にですね、この先そんな上がるとは思いませんし、家賃も微減、少しずつ下がっていくと、だいたい古くなっていくに従っていただける家賃も減っていくっていうのが普通でございました。そうするとものすごいね、そのリスク高い商品なんですよ。今でさえ持ち出しなのに、これ古くなって家賃下がったらもっと持ち出しになるじゃないのと。でしかも税金対策にあんまりならないかったりすると、何のために持ってるのかということになりますね。だから本当に新築ワンルームマンションっていうのは、こういう不動産のプロから見るとよくあんなものが売れてて買う人がいて、売ってる方は恥も外聞もなくこう遠藤さんを騙してるんですけど、まあ僕らから見るとヤクザみたいな連中ですよね。だからワンルームマンション売ってる連中って、まあ、買う遠藤さんがいるから成立してるっていうところはありますけどね。まあ新築ワンルームマンションっていうのはそういう投資商品でございます。はい、どうも皆さんありがとうございました。